ここからは先週紹介したエアリアルのレーシングシミュレーター番外編としてプロのテクニックをお見せしちゃいます。皆さん見たいと思うのはやっぱりナスカレーサーのね、古賀さんがどれぐらいの腕前なのか、ね、このランキングを抜くのかどうなのかっていうね、ことなんで。ということでプロのレーサーがアマチュアの出したトップタイムに挑みます。ここのベストタイム1分41秒252、これを破れるかどうかということでね。それでは、はい、古賀拓磨発進。はい、さあ計測開始です。まずは1周目、ね、速速全開でいって、前ブレーキングしましたね。ね、富士山が見えたら、小さい富士山。ああ。まずは1周目のタイムが出ます。まだ1周目ですからね。1分41秒567コンマ3。でもなんか3周目あたりぐらいから速くなってくるらしいです。本当、はい、さすがプロレーサー、1周目からいきなり 0.3 秒差のタイムを叩き出します。本当レーサーがこんだけ真剣になってやってるんだよ、はい、じゃないとさ、普通さ笑いながらやったりさ、あのこのここはね、こうした方がいいじゃん、一言一言も喋らないからね。さあ2周目のタイムはアマチュアのトップタイムを抜けるのか。うわー、ダメだ。何どう、1分41秒434コンマ2秒負けてます。コンマ2、これすごいシビアな記録だね、これね。これ何周目、これが最後のラップですね。徐々にタイムを縮めてきた古賀拓磨選手、最後のラップに期待がかかります。できるんじゃないっていうぐらいの記録。ところがここで緊急事態発生。お前フェラーリが前見えてきました。フェラーリが邪魔ですね。ちょっと邪魔だねこのフェラーリ。あー、接触。なんと前を走る車と接触。これがタイムにどう響くのか。ラスト、あ、おいく、いく。今番組で爆発しましたか。というわけで、コンマ2秒、伊藤社長の記録には及ばず。すみません、参りました。ということでね。でもリアルですね、最後の車が見なかったら。接触したっていうことね。あれがなければね。前のフェラーリ邪魔だったね。邪魔だったね。はい、ということでね。しょうがないです。レイさん、小畑熊さんですね。はい、ケツカチ入。あ、ごめん、3分こぼれました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。見事ですね、レイさんの小畑熊。敗退しましたね。ちょっとと帰ってきました。最後ね、帽子パーン投げ捨てて、これ視聴者プレゼントでやるよって言って残り残して視聴者プレゼントいただきました、はい、ね、へこんでましたね。へこんでました、だいぶへこんでました、はい、ということでね、あの、まあ、あんまりねレイさんのことを言えないんですけど、素人に負けてました。ありがとうございました。ありがとうございます。古賀選手、リベンジ待ってますよ。とっても楽しいレーシングシミュレーター。皆さんも一度チャレンジしてみては。